こんにちは、もちろです。今日はお一人様カツ丼作って食べていきたいと思います。なんかすごいガパオライスにするかカツ丼にするか迷って、今日は雨でねジメジメしてるんでカツ丼にしました。しょっ。カツ丼って結構重量級だけど使う食材はとても少ないと私は思っている。アメリカ産のロース買ってきました。三つ葉すごく好きで、お吸い物とかに三つ葉が入ってるととてつもなくテンションが上がってしまう。どのくらい上がってしまうか。北海道の玉ねぎです。肉水玉模様にするの楽しい。この刺し心地が何とも言えない。感謝して生きていかなくてはいけないということを実感させる刺し心地です。よし、塩コショウ。こんな卵さ、なんか今日スーパーで1000円以上買ったら99円っていうことで99円で買えちゃった卵が。別になんかお肉と三つ葉と玉ねぎだけだったら700円くらいで全然足りなくて、1000円に全然届かなくて、いい戦略してるって思ったね。全然買う予定じゃなかったミックスビーンズと豆腐とあと減塩の即席味噌汁買ってきちゃったもん。私はかなり洗い物を増やしたくないのでパン粉はここに出しておく。卵に豆乳、そしてパン粉。服を着て、服を入れる。よーよいしょ。おお。切ります。うわ、いい匂い。よいしょ。今日はおにぎり2個分のお茶碗2杯分のお米を入れていきましょう。さっきの卵がもったいないのでさっきの卵にもう1個卵付け足して、みりん、醤油とみりんと酒って1対1で入れとけばいいっていう法則があるから、砂糖、味噌汁のお椀がないんですけれど、お味噌汁のお椀がない事件。いやだ、ちょっとやめてちょうだい。トゥル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 、残り頑張って入れる。頑張れ。よいしょ。出来上がったのでね、食べます。久しぶりに
カツ丼を食べるわけなんだけれども、これは即席の深紅玉で買った減塩の味噌汁に、わかめを入れました。自分で美味しいといいなが詰まってる。うわ、つゆだくで持ち上げられない。うん、美味しさでピントがボケてた。うん、この味の染みた卵ってなんでこんなに美味しいんだろうって思う。うん、うん、なんか夜にツイッター見てたら、なんかカツ丼の写真が上がってきて、4日前とかにそれを見て、ずっとカツ丼食べたくて。すごい念願のカツ丼。私はカツ丼も牛丼も親子丼も丼物全部つゆだくが好き。なんかつゆがいっぱい入ってる方がなんかご飯とのなんかこうシャバシャバ感というか交わりがすごく美味しく感じるから、丼物は、うん、だしっていうかがいっぱいな方が美味しいっていうか好き。結構これでかいんだよね。ちょっと比較にならないけど、ご飯入れすぎてカツと具のバランスがすごいおかしいことになってる気がする。カツ丼ってどっしりしてるからすごい満腹感あるよね。うまっ。なんかこれもさ、おばあちゃんの作るカツ丼がすごく美味しくてさ、おばあちゃんの作るカツ丼は多分お肉買ってきたやつなのかな、よくわかんないけど、なんかその周りのだしの味付け、だしの味付けすっごいもう美味しいんだよね。しかもなんかいっぱいいるから、食べる人が家族がいるから、こう大きいフライパンで作るの。そのフライパンのとこから好きなだけ自分でこう何お玉っていうかフライで乗せて、その丼にご飯の上に自分で好きな量乗せて食べるっていうスタイルなんだけど、すごいよ、すごい美味しくて好きでした。なんかちっちゃい頃はさ、お母さんのご飯よりおばあちゃんのご飯食べる時の方が多かったから思い出しちゃう。追いみつばとブラックペッパグーって、お腹乗ったんだけど、ご飯食べてるのに不思議。うっす、お湯の入れる量間違えちゃった。
もうあとこれだけ。カツでお米をかき集めて最後の一口を食べたいと思います。最後までしっかり美味しかった。4日間の悲願が達成された。それではごちそうさまでした。